1971年東京都知事選挙は、1971年4月11日に、執行された東京都知事選挙。第7回統一地方選挙の一環として実施された、現職のミノベ・良吉の人気満了に伴う、都知事選。二期目を目指す現職のミノベ・ジニエは、ベトナム戦争等の国政問題を一市長選に持ち込み、ストップザ・佐藤を連呼して、 首相の佐藤栄作批判を展開した。その佐藤に口説かれた先々、第一次、安井誠一郎に続く、警察官僚出身者の畑野明は、官七を高速道路、一般道、地下鉄の三層構造にするなどといった壮大な開発計画を盛り込んだ、4兆円ビジョンなる開発構想を掲げた。都政与党をもくろむ、公明党と民社党は、自民党と距離を置いて、 ミノ部の社協共闘に接近し、対立候補を擁立せずに、ミノ部支援を打ち出し、選挙後に発足する4党体制がここで事実上成立した。美濃は、ミノ部、両の通名詞を届けを東京都選挙管理委員会に却下され、美濃義一名義での立候補、選挙ポスターをミノ部のものに告示させると、有権者の混乱を図りミノ部に対する原票工作を刊行した。 前回の都知事選で、ミッドの通名使用届を却下された、野野昇は、今選では、第二見ノべの通名使用届を提出し、当然ながら、再却下されている。四度目の都知事選出馬の赤尾は、立ち合い演説会で、見ノべなんて死んじゃえばいいんだ、浅沼の二の舞になるぞ、とうと発言し、脅迫容疑で、警視庁に連行された。久保は、高知県の外線右翼で前回に続く二度目のと、 知事選、栃木県出身の鈴木は、深作聖二郎の代理立候補と目される。小田は、過去3回都知事選に出馬した、小田春与えの実刑で、社会大衆党の元衆議院議員でもある。新壁のペンネームは、篠田五郎で、奈良橋渡るの秘書を自称し、新米県国党、三世、新報社などで活動、土木建設受け負い業を経営する戸場は、 1> 第1回参議院議員通常選挙の東京都選挙区などの出馬歴を持つ世界連邦創始者を自称し世界連邦推進を掲げる南が都知事選に初挑戦するなど合わせて13人が立候補する格況ぶりであった13名50四順各候補の得票率投票率は72.36%で前回1967年の67.49%を 上回り、東京都知事選挙史上最高投票率を記録した。この投票率は2016年東京都知事選挙を終えた今でもなお破られていない、候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金没収外境は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は、有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。 得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。2期目を目指すみの部は、ストップザ佐藤を連呼して、当時の首相である佐藤栄作批判を展開。この当時の圧倒的な人気を生かして選挙戦を、戦い、社会党、共産党の後押しを受け前回の都知事選から140万票以上を上乗せして圧勝。みの部が獲得した約361万票は、 日本の選挙における個人としての史上最高の得票数であった。この記録は2012年東京都知事選挙において猪瀬直樹が約433万票を獲得するまで破られることがなかった。自民党が推薦する警察官僚出身の畑野は公約に4兆円ビジョンなる開発構想を掲げ都政の保守回帰を目指した。しかし自身の絶下が災いして 公約は浸透せず、身延びに、大差で敗れた。この他の候補では、第二法外国党の赤尾が最上位に進出した。ありがとうございます。